今日は私とお父さんで料理を作りたいと思います。今話題のオイシックスで届きましたので、作りたいと思います。では持ってきてください。こんにちは。はい、今日はこれです。オイシックス、今回はお母さん研ナオコチョイスみたいになってるわけです。うん、だからこれ、お母さんがこんなの好きだなみたいなものを選んで注文したわけです。でこれまずこれ、はい、ケールサラダ。ケールケールね、体にいいんですよ。ケールこれビビンバ、ビビンバいいな。ビビンバ、ビビンバいいね。ビビンバいいね。これビビンバね、こんなにセットになるの。これ何、これプリンだよ。プリン、とろーりなめらかプリン。だってすごいね、これもねこだわってんだよ。これあ、これ東京だった。東京でもこだわったでしょ。女子、じゃあまず女子じゃない、女子でしょ。女子、女子でしょ。女子、女子ビビン、ビビンバ食べたい。ビビンバ食べたい。これやってみるか。うん、ってこうなるわけじゃん。うん、ここに作り方は、作り方が全部書いてあるわけですよ。うん、ほら本当だ、はい、全部書いてあるね。お、これ楽じゃん。うん、よし、じゃあ早速、じゃあビビンバを作りましょう。はい、まず合いびきそぼろ 100g が入ってるわけだ。それでね、こんなの入ってる。うん、それで、ニラありますか。ニラ確認します。ニラあります。ニラ、えのき、えのき、えのき、うん、あります。人参、人参、全部切ってあるからいいね。おお、切ったんだよね。うん、小松菜、小松菜、はい、うん、おうほ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 う、これは切るんだね。うん、で、あとはナムルダレ一袋。ナムルダレ、化学調味料無添加ナムルダレ、それかな。おう、そうだね、これナムルダレね。そうで、でアミノ酸不使用の豆板醤一袋。それだね、これ、うん、豆板醤、アルミのね。 OK。 で最後に温泉卵、温泉卵、うん、で、ご用意いただく食材、全部書いてあるんだよね。うん、ごま油と、うん、ご飯、ご飯、ご飯ある、ご飯、大体だ、大体だ。お、あとね、で、調理器具、はい、すごいよ。フライパン、これ食材を切ります。はい、カットします。これそれも出てるんだよ。まず袋から出してください。お母さんの調理器具はハサミ。開いてませんか。開いてね、開いてますよ。はい、中身ください。はい、洗います。夏のもね、大体半分切って私がずっと切れっぱなしだから。あ、そっかそっか。これだけじゃさ、ちょっと間が持たないじゃん。うん、もう大丈夫。そんなんか喋ってればいいんじゃん。そう、うん、あ、シェフのポイントが出てます。うん、強火で、うん、短く炒めることで食感を残した仕上がりになる。うんうん、じゃあこれ混ぜなくていいの、今ここで。ここでザラッと入れてから俺がパッサパサやります。いきますよ。はい、なるほど、ね、よし、火を通したら、やる、ドレッシングが入ってある。サラダのメガネをかけてやりましょうね。
ですけどね。どこ行った？どこまでやった？豆腐を1センチに切る。鍋に入れる。はい。で、お水、お水、400cc。400cc。これちぎります。洗う。洗った。はい。ちぎってください。え？ちぎってる。ちぎる。それでいいんです。ね、食べやすいようにちぎって。最初の一発目の音がすごい葉っぱでかかった。乗せますよ。これ。待って、これでね、ドレッシング。私じゃあ米。カレちゃってんじゃないの？ねえ、先に切っちゃったの？ねえ、ちょっと返事は？おお、なるほどね。早いな。早いな。うん。たっぷりしそうじゃん。2人前だもんね。おお、たっぷりだね。コロトさんだよね。うん。いただきましょう。絶対やってみよう。あと味だね、問題は。よし。よし。ここも。でも。それ、後でいいじゃん、それ。いいよ、いいよ。もう一回行くんだよ。できましたね。できました、できました。間違いなく、パパンって言ったね。いやいや、間違えた。これは。間違えた。手際いいね、手際。いや、良くない、良くない、良くない。違うもの入れそうになってた。いただきます。よし、食べてみましょう。はい。ビビンバ。ビビンバね。美味しいじゃん。これ。もしかしたらお母さんね、もうちょっと辛くてもいいんじゃない？うん、うん。それでいい？うん。あのね、なんかその辺はね、自分で調整していいですよ。いや、美味しい美味しい十分。そう。うん。美味しい美味しい。うん。これいいね。これだっていっぱい種類あるんでしょ？メニューが。あるはずだよ。だって、うん、いろんなシェフが監修してるんでしょ？そういうものもありますね。だってさ、コロナの時のからみんな家にいてね、みんなもうメニューに献立。うん。これ辛かった、しんどかった。それ考えるだけでもうイライラする。材料余っちゃうね。うん、そうそうそう、これだから2人前でしょ。うん、スープ入れて、うん、薄い？俺の中華だしの量間違えたかも。やだ、何やってんの、人のスープの担当の通りに串出ししてきて。さあ、サラダどうぞ。うん、うん、ジェル美味しいです。美味しい。味付けもいいです。ドレッシングの量がちょうどいいね。ちょうどいいです。あ、これは、うん、これはいいわ。これいいじゃん。うん、うん、もっと癖あるかなと思ったけど。そうですね。うん、そうなんだね。美味しいです。これはいいです。簡単で、うん、ね、うん、人参も切ってくれてあったし。そうだよね、うん、だってザクザク洗って、うん、ザクザクって切っただけだもんね。人参なんかもうこれ全部ね、いろいろバランスね、考えてあるんだって。そうなの。うん、すごいすごいじゃん。子供でもね、お母さんと、ああ一緒にね、作れるもんね。いいかもね。ですよね。うん、こうやってただなんか子供がビビビビビビってちぎって、私の役目で笑ってんじゃないよ。何笑ってんのよ。今日のお二人のやつは、うん、なんか危なっかしかない。何が全然危なっかしかないね。結構すごかったよね、うん、いい感じで。
もう慣れたもんだね、うん、もうプロみたいだったよね。チェリートマト、トマトいただきます。大好きなのこれ。あのいつもの前掛けやっぱしていてもいいね。今日しないからおかしいなと思って いつもつけてませんから。おいしい。これだよ。うん、なるほどね。甘い、甘いし程よい酸味。うん、一パック食べますね。うん、母さん好きだよね、うん、トマト。うん、YouTube ん、この YouTube がさ、うん、女性の部分でさ、うん、女性部門、うん、4位、再生回数4位。再生回数だって日本全国の何部門、女性部門、女性芸能人です。女性芸能人で、うん、であのメイクの動画、メイク動画が一番だったから今年4位って再生回数。今年ってことは去年の調べ、あ、去年です。2020年ってこと。21年ってこと。すごい。今度どんなメイクしようかな。卵割らないパターン。もう少ししたから。この残ったご飯の量に合わせて割るタイプ。最初普通に食べて。口出ししないで、その食べ方に。いいかな。これはもう最初にプッと割っていいよってこう染み込ませるのが見ようかな。さあ割ろうかな。何見る割るとこ見る。なんで見るの。あの、そのとろり具合が好きなんだよ。ほらほらほら。え、何卵だっけ。え、温泉卵。温泉卵、生以外は温泉卵。温泉卵ね、うん。これでだけど、うんうん、何品あったでも美味しい。10品ぐらいあったかも。11個入ってたの。はい、11商品。商品その中に3つのキットが入ってました。あ、なんかだからああいうのキットってのね、うん、はい、うんうん、今日はビビンバ。うん、あれ待ってね、サバ味噌。サバ味噌あれも楽しみだね。美味しかったですよね。あれ前ね、食べたんだよね。はい、ビビンバをさ、うん、家で作ろうってなかなか思わないじゃん。そりゃそうだね。これやったら大変だよ、これ作ろうと思ったら、うん、味付けだってさ、もうあの切って袋からたーってかけただけだからね、うん、2人の家族とかさ、うん、あとほらコロナ禍でさ、ちょっとリモートでやってる人とかさ、うんうん、表に出れない人とかさ、うん、これいいね、うん、最高だね。いいね、うん、届けてもらえるでしょ、うん、次から大丈夫だね。今日はちょっと初めてだからこう、うん、あ、さっき言ってたら違うね。ちょっとバタバタしちゃう、うん、そうしよう。これでだけど、これでだけどどうすんの、これ いくらなの、どうすんの、一品ずつ頼めんの。今回は、5000いくらのが5600円相当が1980円、うん、おぉ 64% オフ。あ、このセットがね、うん、今日の味でこれが、あの県のオイシックスコラボスお試しセット。おぉ、そういうこと。なるほど。お母さん好きなものをこう頼んで、うん、チョイスして頼んだからか。そうです、それを今回は頼めます、うん、じゃあうちと頼んだと同じものを皆さん食べれますよ、はい、わあいいと思う。責任重大だったのね。なんだって大丈夫かな。美味しいから、うん、まあそうだね、大丈夫だよ、誰がやっても。そうだね、うん、それが一番じゃない、誰がやっても美味しいって。そうだね、大元作ってくれてんだもんね。そう、味付けね、うん、で作り方もあそこの紙に書いてあるので、うん、また自分で、あの作ってみようってこともできて、うん、そうだね。あ、そうか。そうなんですよ、あの出す今日のナムルのあれをこうやってあのファイルしておけばいいんだ。そうです。そうだ。ああ。どうかどうか。そうするとまた自分でアレンジして作ったりとか、今度自分のやつレパートリーが増えます。そう、ドレッシングも私その後や作ってみたんですよ、自分で。うん、結構美味しくできました、自分家にある。ドレッシングの作り方も書いてある。書いてある。あ、あの、そうなの。袋に書いてあったりするので
それ本当にこのドレッシングが美味しくて試しに作ってみました。うん、そうか。じゃあこれは週替わりでメニューがね変わる。変わるんだ。そう。まあ、それすごいね。栄養管理士がレシピ監修。うん、管理栄養士。あいけない。あれ？管理栄養士がレシピ監修。有名料理家が。うん、あれでしょ？シェフがレシピを監修。監修してんだ。うん。ではそれがあれでしょ？高健鉄さんとか。今日のは違うんだよ。今日は違います。違います。あ、今日のは違うのね。うん。笠原さん。あ、笠原さんね。有名な笠原さん。お店の名前わかりますか？お店の名前知ってるよ。あの笠原さんって有名だもん。あの四文字。何でもかんでも。違うよ。あれだよ。俺行ったことあるのよ、だって。で言って。一年ぐらい予約してから1年後ぐらいだった。あ、お母さん分かってんじゃない？じゃあ分かる。お母さんそれだけ俺に強く言ったんだから分かってでしょ。お父さんは行ったことある？行ったことある。私はないもん。初めてこう取れましたが1年ぐらいで予約取れましたよ、行きませんかって、おーいいねいいねって言って、あ、そう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 、賛否両論で大喧嘩ってやってた。お店の名前さびよ、おうまい、うまくないって、何よくやろって、そういうことじゃないと思うよ。賛否両論だ。始まる前にあんだけ言ってた。そうそう、そういう人が監修をしてくれてる。有名なね。多いじゃん。シェフが。これはいいと思いますよ。私はおすすめします。うん、会費無料ですね。入会金、解約金、年会無料。わ、年金、年金じゃない。無料です。無料。年会無料。え、どういうこと？じゃあ、やあの配送はヤマトで、で、あの。日にちとか指定できる。指定できるの、うん、でメニューがあって自分はこれとこれ食べたいなっていうそのアプリで注文すると、うん、大和さんから何でいつ届けてほしいなってピッてやるとこれが届くんだ。さっきみたいな箱で、で、あ、いらないなと思ったらキャンセルできるんだって。で、キャンセル料はいらないって、取らないって。え、何それ、至り尽くす薬じゃないですか。そうなの。あ、好きな時に頼めるってことですね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。これね、とろりふんわり滑らか、滑らか、いただきます。はい、おう、ほんとだ、おう、ん、うまい。あ、これは美味しいね。すっごい美味しい。なるほど、全部美味しいよ。ほらほら、出てきた、出てきた。これなんかもう、あ、早いね、うん、こいつはそばでした。これ続くんだ。これが、これ美味しいわ。あの、これいいわ。けんなこシリーズみたいな、お母さんが頼んだものがこのセットですよ。同じセットを購入、頼めばこういうの送るの。そうです。あ、あの、今回でもあの限られた期間になっちゃうんですけど、本当に美味しいから。お母さんなんか、あの、何かの、あの、お母さんが手伝ってくれるとかそういうことはできないんでしょ、別にね。何が？お母さんなんか、お母さんのセットを頼むと、天皇子の何かがついてくるとか、そんなことは。私が言ってもいいけど。ええ、やめて。邪魔になるでしょう。うん。いい、大丈夫。これは、お父さんでもできる。本当に野菜を洗って、切って、バサッて入れて、ね、こうやっただけだよ。うん。大成功。大成功です。というか、美味しいです。美味しいね。本当に。お冗談じゃなくて、ね、美味しいです。お世辞でもなく。だからの名前なんですかね。だから、あの、オイシックスってやつでしょ。あれ、母ちゃんこうやるんじゃなかったっけ。オイシックス。で、次はほら、これか、これだ。これはキットになってるのね。うん、お、サバの味噌煮。あ、おいしいよね。これ好きなやつ。お母さん、あ、なんか見えないと思ったんだよな。サバの味噌煮じゃん。ね、これ。はい。それから、もっと丁寧に置いてください、まあ、そのままね。商品は。で、これは？これもなんかね、こだわりのパンなんだよ、多分。多分。うん。あの、オイシックスさんってね、なんかそういう。全部こだわってるんですよ、食材。うん。用冷蔵なんだ。うん、用冷蔵。用冷蔵のパンなんだ。うん、書いてある。ほら、用冷蔵。焼いて。で、もっちり、各種、仕込み、食パンって書いてある。ね、うん、このパンもあるでしょ。それから、これ、
こだわってるね。ふっくらジューシー油揚げ、見せて、カメラに入れて。こんな感じです。いいのかな、これね。うん、あ、名前言うの忘れた。そうだよ。こんにちは、高健鉄です。こんにちは。って言いたかったんだよ。で、なんかね、そういう人たちがなんか監修してるらしいよ。なんかあとこれもチリレンコン。レンコン。これどこの？佐賀県だ。佐賀。佐賀レンコン。これすごいね。これ北海道。おお、頬張り餃子、もっちり頬張り餃子ね、ツナフレーク、こういうのついてるわけだ。で、なんて言ってもこれだよ、お母さんの出た出た生卵出ました、出ました、出てしまいまし ました。これも黒卵、24種類の天然ハーブ育ちの黒卵なんです。これほう、すごいじゃん、すごいじゃん。で、こんな感じで段ボールに入ってくるんだ。注文すると段ボールに入って送られてくるわけだ。じゃあこれは、うん、例えば何が食べたいとか、うん、それに合わせて、そう、送ってきてくれるの。そう、一品でも来週、じゃあ来週はサバ味噌と何かにしようっていう、こういうメニューがあって、うん、そこから頼むと、うん、大体何日後ぐらいだった日にちも選べるみたいな。あ、選べんだ。いつ届けてほしいみたいな。じゃあ、定期的に届けるってもらうこともできるわ。できる。うん、それもできる。で、これ全部で本当はいくら？本当は。普通に買うと。これは、今キャンペーン中だもんね。はい、5600円相当が、うん、1980円。え